はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日使っていく武器は、もう目の前にね、見えているスカーなんですけれども、どうしてもね、武器庫に行きたいという思いがね、強くて、武器庫って美味しそうじゃないですか。武器庫美味しそう。おい、笑える。全然笑えないわけ、負けてるからね。でもやっぱ武器庫のね、勝った時の喜び、かなりでかいし、そもそもうまいんですよね。やっぱり敵が最近ね、もう警告封鎖とかくっそしょうもない敵しかいないので、しばいてもね美味しくないのよ。それってめちゃめちゃつまんないじゃん。せっかくさ、こっちは高い弾をね、買って、しばいているのに、いざね相手の装備を物色していると、なんかくっそしょうもないみたいな、もうなんか損した気持ちになるんだよね。しばいても全然嬉しくないわけよ。だから、やっぱりテレビ局とか武器庫っていうね、それなりにね、敵の装備がうまいねマップっていうのが、好まれる傾向にあるのかもしれない。結局みんなさ、うまうましたいじゃないですか。だから今回はね、ちょっと武器庫でどうしても、勝ちたいってことで作ってきました救世主。はい、これが、答えです。はい。もうこれがメンタルブレイクアウトっていうね、名前でもいいかもしんない。この武器の名前はもう決めました。これちょっとビルド名さ、ちょっと決めていいですか？これメンタルブレイクアウトですね。はい。決めた。これですね。はい。メンタルブレイにね、なんかなっちゃいました。なんで7文字なん？ちょっとマジで。なんで7文字しかさ、つけられないの？おかしいだろ。基本ステータス、垂直97の水平93、エルゴノミが60で精度が60、なんかデジャブ、腰ダメ射撃が76の有効射程が95ですって。ということで、今回こんな感じでね、作ってきました。レーザーサイトは載せてません。エルゴノミがね、下がってしまうので。で、今回はね、6倍フルオート。このスカーのね、やっぱリコイルのしやすさを生かして、なるべくですね、ここ高倍率ね、乗っけた方がいいんじゃないかなと思います。相手がね、打ってこれないような距離から、こっちがね、一方的に打っていきたいと思ってるんですよ。ドットサイトでね、ファルの M62 弾とかで当ててくるね、猛者のことは、もう考えるのやめましょう。もう結局ね、もう実力差ってのはあります。それはもちろん。しょうがない。上手い下手はもうあるから、それが人だから、みんながさ、同じレベルなわけないじゃないですか。じゃ、勝てないのかと言われたら、それはまた違うんですよね。どんなにね、上手い人も、芋にはね、よくやられて、なんかツイッターでさ、ブチギレてなんか晒してますが、そういうことなんですよ、結局。意識外からね、打たれたら、もうどんなね、猛者も、沈みます。胴体2発で。これがメンタルブレイクアウトの良きところ。なので、今回ね、もう意識の外側から、もうスカー L で、ばっこりね、100連マガジンに M995 弾ぶち込んで、もう絶対当てる。とりあえず、中距離はね、これマジで勝てると思うんですよ、この武器。ちょっと外周メインではないんですが、外周メインにしちゃうとね、やっぱり強敵 M110 とかがうじゃうじゃいるんで、あと胴体ワンパンマンとか、そういったやつらとはね、あんまり張り合いたくないんですが、立ち回り次第でね、なんとでもなるっていうところをお見せしたいと思います。はい、ということでね、早速射撃場の方にやってまいりました。まずはね、ノンリコイルブラージョン。ちょっと待って、これぐらいの距離からいくか。はい。めちゃ強っ。いや、マジで強い、これ、本当に。えぐい。はい。100連ですよ、これ。皆さん、忘れてもらっちゃ困りますが、これ100連です。聞こえてました？僕のね、声が。これ、超強いから、本当に。もうさ、マジで勝てると思うよ。いくね？ほら。こういうことよ。始まった。メンタルブレイクアウト、無事に始まる。これもう無反動だ。マジか。こんなことが許されるの？もうさ、空ですよ。100発ね、もうリコイルコントロールができると。この武器が、マジでメンタルブレイクアウトの答えなのよ。ほら。いや、これもう M995 詰めてる時点で、勝ちな。ちょ、待って。1、2、3。3発でしばけるんですよ。1、2、3。3発かかんの？意外と？なんで？これさ、もしかしてスカー L のね、射撃力って高いだよね。なんで3発かかるんだよ。 M995 ってもしかして3発必要なの？俺知らんかった。マジか。新しい発見、ここに極まれり。ちょっと待ってくれ、嘘でしょ。 M995 のちょっと詳細見ていいですか？答えは聞いてない。ですね、こちら、基礎ダメージが42と、なるほどね。まあ、よくわからん。これ2発じゃないんだ。マジか。じゃあ AUG だったら2発なんかな。まあ、ちょっとその辺もね、まあ、後々、まあ、勉強していければなと思うんですが、まあ、いいや。細かいことは気にすんな。もうこの武器使ったら、もう勝てる。はい、ということでね、秒速 50cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。いつから武器庫はね、遠距離ゲーミングになっちまったんだ。マジか。マティか。これ見てくださいよ。胴体ワンパン3連単。AX50 に AR30、そして SJ16 ですか。何済ました顔してこっち見てんだ、一番右の女は。俺はその胴体ワンパンにどれほど苦しめられてきたことか。もう武器庫も染まっちまったんか。もうダメですね、ほんと皆さん。ちょっとそれは甘いっすよ、正直。やりすぎですって、ほんとに。もうちょっと手加減してやりなよ。もう殺意の塊。マジでさ、まあ、SJ16 と AR30 は、まあ、まだわかるよ。ただ、AX50 は、マジでわからない。本当にやばいから、君が持ってるその武器は。人を殺すぜ、その武器。大丈夫かよ。いるんか。なんかいそうだな、この感じ。3番さんが今さ、撃ってたよね。待て。いや、まあ、落ち着いていこうか。とりあえずな。こっちが来るかな。よくわかんないんですが、一回縛いとこうか。邪魔なんで。しっかりとヘッドで縛いていく。あ、待って。あ？縛かれてね、これ。嘘でしょ。待て。味方行ったか、もしかして。あ、行ってら。2番さん速攻行きましたね。マティか。嘘じゃん。あー、いるわ。そっち側から撃ってきてんのね。マジっすか、それ。だる。待て。来てる。まずい。やばいって。それまずすぎますよ。一回さ、こっちまで引こっか。やばすぎ。待ってくれ。いるわ。もう来るじゃん。いた。待って。あいつか？はい。おれ！しばいてやったぜ。こういうこと。あめんじゃねえぞ。はい。スカー最強マイナス1。弱い。マジでしょっぱいわ。お前はどんな覚悟で武器庫に来てるんだ？俺は絶対に稼ぐ覚悟だぞ。なめんじゃねえぞ、マジで。俺の覚悟伝わってっか。甘いんだよな、ほんとに。武器庫に来る覚悟があるんか、君たちは。ないよな。ないからそんな簡単にしばかれるんだよ。なめんじゃねえぞと。さあ、敵を見つけたらしい。あいっす。ちょっと待て。どこ ?3 番さんしばかれてんじゃん。なんで？マジかよ。大丈夫かよ、ほんとに。いや、恐ろしいね、ほんと。あ、まずい。4番さんも結構やばいんじゃないのそれ。厳しいね。いるね。なんか嫌なところにいそうですわ。いや、どうしよっかな、これ。マジでしばきたいんだけどさ、しばいたらなんかしばかれる可能性しかないしな。いやー、そいつしばきたいですけど、まあ、とりあえずね、落ち着きましょうか。味方も残りね、1人なので、まあ、この4番さんがですね、排除することは、まあ、ほぼないんじゃないかなと。まあ、そんな感じ。なんかやってんな。火炎瓶投げてるぞ。どうした？あそこで火災が起きてますが。あれなんかミスってそうですね。敵もしかして初心者か？初心者だったらしばくぜ、マジで。あめんじゃねえぞ。一回ライト切っとくわ、ここね。とりあえず。怖い。まあ、敵もどうせね、遠距離の類なので、あんまりなんですよね。なんかいるわ。来てるわ。マジか、それ。一回飛ばそう。とりあえず飛ばすな、それ。おれー、いけ！マジで飛べ！ガチで飛んでくれ！頼むから。もう一発いくわ。さあ、ここでですね、さらにグレネード投下。これどうだい？いったか？いってねえか？よくわからん。まあ、とりあえず下がるか。4番さんどこ行った？大丈夫？僕の武士絶対しばかないでね、ほんとに。頼むから。ハイエナだけは勘弁。マジでそれを気にしながら戦っていかないといけないのがね、この野良マッチなので、まあ、そこちょっと厳しいっすよね、ほんとに。いやー、これさ、しばけるかな？しばいてもいいかい？答えは聞いてない。とりあえずしばくか。一回しばきます、これ。気合のしばき。さあ、M4A1 に。なんかめちゃめちゃいいやつやってきてる。はい。これもう全部没収です。はい。ありがとうございました。体あり状態入っちゃった。マジか。うますぎる。最高だぜ。しっかりと投げ物ももらってあげましょう。はい、完璧。はい、もうじゃあ僕ね、帰ります。もう、これはいいわ。この1枚で僕はもう満足するよ。ちょっと悪いけど。もうあとはね、ちょっと平和に行きたい。やば。やばいやついるじゃん。それ4番さんじゃねえだろ。いるな。大丈夫かよ。ちょっと待って。いや、さすがに重すぎるな。あ、なんか変なやついるんだけど。え、ショットガンマジなんかワンチャンダブバレいそうじゃない今の音。怖すぎ。ちょ、大丈夫っすか？やばいやばいやばい。なんかダブバレに来ないか。なんかパコンパコン言ってるんだけど。あいつなんだ？あいつはスカちゃんか。あいつ泳がせよ。いや、こっち側なんかやっぱ気になるな。パコンパコン言ってるんですよね。なんなんだろう、あの音。あ、いれいれいれ、待って待って、あれあれ。おい、待って待って、ナイス！ナイス、それ。素晴らしい。ちょっと今の俺も打てたんだけどさ。なんか知んないけどね。こんがらがった。あれはもったいないっすね。さあ、あいつは、あー！もう、本当にね、このゲームは、くだらないですね。うん、マジでしょうもない。マジか。武器庫の中に入ったらグレで、で、もう外側は、もう胴体ワンパンの類しかいないと。どうなってんだ、これ。マジで。最悪だわ。もう、どこから撃ってきたのもう、やめます。武器庫ダメだ。向いてねえわ、本当に。もうなんか、なんだろうな。もう向いてるマップってどこなんだろう。自分に向いてるマップ探しから始まっていくわけですよね、このゲームは。もう武器庫はダメ。うん。もうはっきりわかんだね。おい、頑張れ頑張れ頑張れ。いけいけいけ。AX52 機。やるんや。俺のやつしばいてるかもしんないぞ、ワンチャン。おい、違うんじゃない。そこか？うわ、見えてる。素晴らしい。マジか。俺の物資しばいてたんか、やっぱり。ぶっやがったりいけ。おい、ナイス！いいね！そのグッドボタン。いやー、やったな。やりやがった。うん、素晴らしいわ。じじい。さすがにそのプレイングはね、痺れた。からのね、アクションまでするっていう。まあ、猛者ですよね、今のが。猛者プ見せました、彼は。あ、キルカメラはどうなった？あー、これキルカメラか。ちょっとマジか。てか。その銃声で、まあ、見られてたわけか。まあ、そりゃそうだわな。いや、ちょっと待って。うっそ。いや、当たってねえだろ、それ。嘘でしょ。おま、マジかよ。もう AR30 の胴体じゃねえか。これあれだわ。今アシストだわ。うん。今のは確実にそう。あれ狙ってる感じがしない自分で。あれエイムアシストっすね。うん。もう僕負けじゃない。エイムアシストに負けた分は、これ負けじゃないって僕決めてるんで。ほら。はい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 。バカタレですわ、ほんとに。クソつまんねえわ、もうマジで。やっぱ5層ダメなんかな。5層じゃなかったらな、耐えてんだよな、これ。一撃だったら。ね、5層にした僕のミスなのでしょうか、これはね。もう5層っていうのはもう紙切れも等しい、ほんとに。この武器庫では特に。やっぱ互貫通もあるし、このね、AR30 と SJ16 防げないっていう。もうしょうがないんですよね。もう5装備の時点で負け確みたいなところあるわ。バイ。